これが俺の最後の帰還風だ。アフモン TV、 はじめ。はい、皆さんこんにちは、アフローモンキーです。エキー、毎日寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はね、寒くて布団の中からなかなか出れず、布団の中でダラダラとする日々を送っております。それじゃね、本日もね、モノマネの方勉強していきたいと思います。この前のですね、動画をアップしてモノマネの感想をいただきました。クリスタルキングをね、おすすめしていただきました中馬ほのさんからですね、クリスタルキングの挑戦ありがとうございました。やっぱりルックスと声帯は別物だったんですね。でもあの高音まであと一歩でしたよと、お慰めのコメントをいただきました。ありがとうございます。それとですね、マリーゴールドさんからリクエストに答えていただき嬉しいです。ルパンは85点、古畑は70点ぐらいかなといただきました。こちらもね、高得点で嬉しいです。ちょっとね、自分でもルパン三世はですね、なんか結構手応えがあったんでですね、ちょっと育てていきたいなと思いました。そして本日はですね、モノマネおすすめコメントをですね、三池たぬきさんからいただきました。最近の声優さんは知りませんが、鈴沖弘隆さんはどうですかといただきました。え、鈴沖弘隆さんと思いましてですね、ちょっと私調べてみました。2006年にですね、ちょっとご逝去、お亡くなりになってあるんですけれども、なんと私もたまにある機動戦士ガンダムのブライトノア、ドラゴンボールの天津飯ですね、そしてキャプテン翼のヒューガ小次郎、ランマ2分の1の久能盾脇ですね、それとルローニケンシンの斎藤はじめと、そうそうたるアニメキャラでしたね。私もね、この鈴沖弘隆さん、お名前存じ上げてなかったんですけど、ガンダムのブライトさんはですね、たまにモノマネやってたんでですね、今回ですね、天津飯と斎藤はじめとですね、ブライトのはこちらの方ですね、練習しましたんで、ちょっとですね、発表させていただきたいと思います。まずはですね、天津飯、チャンス、敵は撃ってやるぞ、そして俺も行く、お前だけに寂しい思いはさせんぞ、これが俺の最後の帰還風だ。ちょっとね、近所迷惑になるぐらい気持ち入っちゃいました。ちょうどね、チャウズがナッパの背中にね、くっついて自爆したんですよね。でもナッパが無傷で、それを見た天津飯がね、最後の力を振り絞って気功法を放つところですね。続いて斎藤はじめですね。悪、即、残、それが降りた地震戦組と人斬りがただ一つ共有した真の正義だったはず。今のお前をこれ以上見ているのはもはや我慢がならぬ。ちょっとね、どのシーンかちょっとピンときませんでしたけど、多分剣心とね、斎藤はじめがね、まあ2度目か3度目ぐらいに会った時のセリフなんじゃないかなと思いますけれどね。続いてですね、私がたまにあるブライトさんですね、機動戦士ガンダムのブライト、せっかくなんでね、アムロとね、ブライトさんのね、絡みでやりたいと思います。殴ったね。殴ってなぜ悪いか。貴様はいい。そうしてわめいていれば気分も晴れるんだからな。僕がそんな安っぽい人間ですか。二度もぶった。親父にもぶたれたことないのに。それが甘ったりなんだ。殴られもせずに一人前になったやつがどこにいるものか。いいですね。
ガンダムのね名シーンをやっちゃいました。いいですね鈴木弘隆さん。ですけどねもうちょっとお亡くなりになって15年ほど経ってますんでね、そのブライトさんの声にしても天津飯の声にしてもですね、もう声優さんが変わってありますんでね、残念です。ちょっとね、私クソ音痴ですけどね、近々ですねカラオケボックスに行って歌真似の方もですねちょっと練習してみようかと思います。引き続きですねおすすめの声優さんタレントさんとかね歌手の方とかいたらですねコメント欄の方にこういう人やりやすいんじゃないのという方がいたらおすすめお願いします。目指せモノマネ番組で頑張っていきたいと思いますのでどうかよろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。アフロモンキーでした。バーイ。弾幕薄いぞ。どうなってんの。ご視聴ありがとうございます。アフロモンキーでした。